皆さん、こんにちは。現在、新型コロナウイルス感染症が世界規模で猛威をふるい、これまでに例を見ない被害が生じております。国内においても、都市部を中心に多くの感染者が発生し、その減少はまだ十分とは言えない状況です。日頃から本学を応援、ご支援、 いいただいております皆様並びにご家族ご友人の方々のご健康を心からお祈り申し上げる次第でございますさて豊橋技術科学大学ではこの危機的状況において新型コロナウイルス感染症危機対策本部を設置し学生および教職員の命を守ることを 最優先に新型コロナウイルス感染症対策検証と活動基準を定め感染防止に努めてま,いりました,また5月11日より順次オンライン授業を開始し大学の使命でございます学生への教育と研究の推進をさまざまな制約の中努めている次第でございます。 一方感染症の直接間接的な影響により家計が困窮に陥った学生の相談も日々寄せられており本学の特色の一つでもある国際交流ににおいいては、日でできない留学生が数十名に及ぶ状況です。このような状況において本学では新型コロナウイルス感染症による影響を受けている 学生に対しての緊急に経済的な支援を行う必要性から、豊橋技術科学大学緊急学生経済支援プランを立ち上げ、その第一弾として以下の取り組みを進めております。一、全学生に対する給付型奨学金の支給、一律3万円を支給。二、授業の遠隔化開始に向けた パソコン等の無償対応。3授業料の納付期限の再延長5月末から8月末に延長4授業料免除の拡大家計の急変への対応5大学において働く場を設けることによる支援 6TUTAL ランチ7 特別奨学金制度の新設しかしながら、本感染症の影響は今後も長期に及ぶことが想定されますこのため、大学としての継続的努力は当然ではございますが皆様からもご支援、ご協力をぜひとも賜りたくこのため、本学基金に 新型コロナウイルス感染症対策緊急募金を立ち上げました。教職員、卒業生、さらに本学を応援してくださる皆さまが、一体となってこの難局を乗,れて乗り越えていきたく存じます。ご賛同いただける皆さまには、何卒ご協力、ご向上賜りますよう、よろしくお願いいたします。 本学では、コロナ対策費として、大学の経費より1.2億円を計上しております。また、豊橋技術科学大学同窓会からは、早速2,000万円の寄付を賜りました。さらに、教職員、卒業生、一般市民の方々からも個人寄付を賜っております。この場をお借りして深く御礼申し上げます。 しかしながら、ウィズコロナはまだまだ続くことが予想されます。本学としては、コロナの第2波、第3波を予測して、ウィズコロナ宣言をいたしました。今回のピンチをチャンスに変え、今まで想像しなかった機能を備えた新しい大学を構築する覚悟でございます。 豊橋技術科学大学大のウィズコロナ宣言我々豊橋技術科学大学は第1波における新型コロナウイルス感染症の対策経験に基づき第2波以降の感染防止に努めるとともに未来のポストコロナ社会に向けて新しい生活様式の理解と実践を基本に 大学の管理運営体制を改革し教育研究地域貢献国際交流学生支援そしてキャンパスライフの質を今まで以上に向上させることを目指し日々の活動を推進いたします。新型コロナウイルス感染症対策緊急募金は 豊橋技術科学大学基金教育研究支援基金の枠組みで実施いたします。なお従来より行っております教育研究支援基金および就学支援事業基金についても募集を行っておりますのでそちらの方につきましてもご支援賜れば幸いでございます。最後になりますが、 我が国の将来を担う優れた人材へのコロナ対策への経済支援として皆様の更なるご協力ご支援をお願いする次第でございます。